アナトリー・ペトロービチ・ボグダノフアナトリー・ペトロービチ・ボグダノフは、ロシアの動物学者、人類学者である。ロシア・ツァーリ国のボロネジで生まれた。1855年に、モスクワ大学の自然科学部を卒業した後、ヨーロッパ各国に留学し、イジドール・ジョフロア・サンティレールや、エミール・ブランシャールの講義を受けた。1858年に、モスクワに戻り、 研究を続け、動物学部の創設に尽力し、後に、モスクワ動物学博物館の館長に就任し、修正その職を続けた。ロシアに、学術団体、施設を組織することに貢献し、モスクワ動物園の創立に重要な役割を果たし、博物学、人類学、民族学会の創立者となった。年に創立された、この学会は、 ロシア民族に関する知識を広め、学者や愛好者が博物学への関心を共有することを目的にしたもので、この学会を通じて資金、人材を集め、1867年から全ロシア民族学博覧会を開催した。博覧会では60のロシアの民族グループの風俗を数百のマネキンを使って展示して人気を集めた。ありがとうございます。